も花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、皆さん痛い思いってしたことありませんかって話なんですよ。今回そういう話です。後にね、再現 VTR とかもちょっと載せようと思ってるんですけど、今まで人生で一番痛かったトップ3ランキング、はい、ありがとうございます。ちょっと眉毛はこれ気にしないでください。ちょっと眉毛ないんで、でちょっと今日髪型やばかったんで、帽子かぶったら絵面的にちょっと怖すぎたんで、なんとか絆創膏で。なんで今日ちょっと背景違うじゃないですか。なんで自分の部屋じゃないのっていうのも別に特にって感じなんで、気にしないでください。まあ、大したことじゃないんですけど、ちょっと理由言うと、僕の部屋にミサイルが落ちちゃってて、今爆発したんで使えないっていう状態です。そう、こっちは無事なんですよ。もう真下にドカーンって、真上から真下にドカーンってミサイル落ちたんで、そこの部屋だけなんですよ。ちょうどぶっ壊れたのが下の階までズダーンと地下まで行ったんじゃないかな、あれ多分きっと。ということで、早速本題に入っていきたいと思うんですけど、さあ行くぞ。まず第3位から。第3位なんですけど、これはね、もうつい最近、今年かな、今年、言うて今年なんですけど、こう学校で授業中ですよ。授業中こう授業してたらですね、お腹が急に痛くなりまして、ちょっとこっからうんことか下痢とか、なんかそういう汚い表現いっぱい入っちゃうんで、ちょっと気をつけてください。それで、あ、やべえ、うんこしてなーと思って授業中。あともうちょっとで授業終わるしなーと、あと20分くらいですなーと思って、そのまま行ってたらね、あれ?と思って。で、大きく深呼吸しないと耐えれないぐらい痛くなってきちゃって、で、一人で、授業中、あ、やばいと思って、先生、ちょっとトイレ行ってきますって言って、トイレ行こうとしたんですけど、まずその、びっくりしたのが、立ったら、普通に歩けないの。よくさ、下痢の時って、結構お腹痛いじゃないですか。それはみんなわかると思うんですよ、痛さっていうのは。痛さは何回も経験してるしわかるんですけど、あれの、ほんと何十倍、何百倍も痛すぎて、歩いてたら目の前がもう真っ白になって、もう、頭クランクランしてます、目の前ぼやけてます、で、やっとトイレまでたどり着いて、ほんとこれ、あ、陣痛かなって、思ったもん。ほんと、生まれるんかなって思って、ほんとそれぐらい痛くても真っ白になってぶっ倒れそうになりながら、で、まあ、下痢が出て収まったんですけど、収まったと思って、便器見たらもう、便器いっぱいのうんこ。いや、これ、笑い事じゃなくて、ガチで、こんな量人間から出るっていうぐらい、象より多かった。もうちょっとで溢れてくんじゃねえかなっていうぐらいでした。いや、僕ね、大食いでもないし、どちらかというと小食な方だし、半端ないくらいの量が出て、それで痛かったんかっていう。第3位です。大食いの木下優香様とか、でも、便器から毎回うんこ溢れてんじゃねえか。っていう、まあ、3位の話だったんですけど、じゃあ行きます。第2位。第2位なんですけど、僕スノーボードをやってまして、そうで、スノーボードで昔大会出てるくらいちょっと結構やってたんですけど、で、ある日、もう大会が近くてですね、結構練習してて、普通に滑るだけじゃなくて、キッカーっていうこのでっかいジャンプ台でジャンプしてくるくる回ってバーンっていう、まあスノーボードでそのジャンプの練習をしてまして、まあミスりましてですね、空中で、うわっ!ワンって飛んだ瞬間、空中で回ってる最中に、うわっ!やばっ!と思って、このまま、こう行って、この肩からドガーンって着地して真っ白になって、気づいたら横になってて、ちょっと待ってって我に返った瞬間に、こっちの肩が、うわーってなんか燃えるぐらいいきなり熱くなって、痛いというより、ブワーンって熱くなって、やばーと思ったら、動かないんですよ、腕が。ぐーって上げようとしても、腕がこう上がんなくて、めちゃくちゃその後、痛みがジュワーンって次来て、一人しかいないから、助けてくれる人もいないから、動く方の手でスノーボード取って、管理人のいるところまで行って、で、みんなに、どうしたどうしたってなって救急車呼んでもらって、で、結局骨折してたんですけど、ここの骨、バキンって折れて、この、ぐにゃって変な場所に肉に刺さってて折れた骨が。もうほんと痛すぎて吐き気がするくらいめちゃくちゃ痛くて。まあ普通の骨折じゃなかったんで手術ですってなって手術して。でまあその手術終わります。手術自体はもう全身麻酔で何にもわかんないんでいいんですけど、起きた瞬間に腕がもうパンパンに、ほんとフランキーじゃねえかなってぐらい腕の周りこんなになってこっちの腕だけ。腫れて。で、その手術した腕切ったっていうのも痛いし、その中の骨も痛いし、で、何より辛かったのが、全身麻酔するじゃないですか。全身麻酔の副作用。その麻酔が僕に合わなかったのかちょっとわかんないんですけど、もう吐いて吐いて吐いて具合悪くてずっと。
と。で、その、まあな、トータル全部の痛みとか具合悪さとかを合わせて、それが2。ここが僕のハザードスカイ。で、ドン、最後の第1位なんですけど、これはちょっと簡単に VTR 作ったんで、まあ本当 VTR っていうほどのものなんじゃないんですけど、そんな大したものじゃないんですけど、つまらないものですが、ちょっと見てください。疲れたー、終わったー、終わったー。あー、あー。あったあったあった。ん？これリップやないかい。これリップやないかい。あ、そうそう、こっち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 。こっおお。LINE？ 誰こんな時間に。誰よ。あ、顎外れた。あぶね。顎落ちるとこだった。あぶね。いや、ちょっと眠くなってきたな。ちょっと寝よ。ちょっと寝るわ。横に寝ろ。ちょっと待ってー。え、ちょっと待って。ちょっと待ってー。いかがだったでしょうか。本当にね、これマジでこの事件自体は結構前のことなんですけど、本当に血止まんなくてすぐ救急車で運ばれて、ボタボタ血出てくるし、まだ耳に耳かき刺さってるし、もうなんか救急車で、気づけば救急車で運ばれてるしって感じで、マジでびっくりしすぎて、なんか痛みは全く感じなかった。